がってく子供に幸あれ、自分の道を確かめ明日へ。本当なんでかな今この世の中、悪循環止まらなくて俺も言葉が出ない。そんな時も悪口に出せないから、もしもかどうせ書くなら後世に残るほどでけじ残すメッセージ。夢は叶うから絶対に、俺はペテン師じゃなく夢の設計師だから、いつも持ち続けろ夢を、そして漕ぎ続けろ船を、自分の腕で自分の夢へ。ただまっすぐ羽ばたつ、飲み込まれるな孤独に、君なら乗りこなせるさこの国、世代を超え世界の声、聞こえたら次は君がでかいと思え。叫べ自分の志、募れ同じ気持ちのお友達、仲間と繋いだ手と手とが作り出す無限のエトセトラ。誰も君を止めることはできない、だって君は止まり方を知らない。ついてこいよ俺のこの音に、間違いない Come follow me。 誰も君を止めることはできない、だって君は止まり方を知らない。ついてこいよ俺のこの音に、間違いない Come follow me。10年ぐらい前までは10代の子巻き込まれてた事件の被害者だが、次第に加害者、互いが互いに無関心になってゆく子供たち、時代が彼らそそのかし、ロボット化してく人間たち、感情を捨て感情もつれ、大人との間に壁を作ってく、道が分からず一人でくすぶってる、今はやりたいようにやれ、君がみんなの太陽になれ。人間味あふれる気持ち持って真剣に開け新天地、君ならやればできるさ、君が動かず誰ができるんだ。誰も君を止めることはできない、だって君は止まり方を知らない。ついてこいよ俺のこの音に、間違いない Come follow me。 誰も君を止めることはできない、だって君は止まり方を知らない。ついてこいよ俺のこの音に、間違いない Come follow me。MC一寸法師、後輩たちへ、先輩に向かって言うのもなんですけど、後輩たちへ、これからもひろしさんと一緒にやっていけたらなと思います。今はデジタルの世界なんで、どこにいようが音楽は続けられます。僕はおととしはフランスに、パリにいまして、その時パリにいながら日本で音源もリリースしました。今はデジタルの時代です。何度も言いますがデジタルの時代です。2曲目、後輩たちへ、ご清聴ありがとうございました。